ここで言うとダムのゾーンと発電所のゾーンで建物変わった方がいいと思うね。シチュエーション自体の場所自体が変わった方が。ここで6階行ってっていうよりかは5階4階部分のところっていうのを発電所に持っていった方がいい。プレイヤーも一回外出れるし、また同じコンクリート使うにせよ同じ箱の中よりかは違う箱の中の方がちょっと雰囲気は変わるような気がするんだよ。